はい、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。サーティーボディ代表の峰岸です。はい、今日もね元気に Vlog 撮ってきてますのでよろしくお願いいたします。はい、今日ねご視聴者の方で気がついた方もいらっしゃると思うんですけども、背景が変わりました。はい、この本棚がね、やっと入りまして、今日はこの本棚のバックにお話していきたいと思います。まあ、一応ね私が過去に勉強してきた本をずらーっと並べてますけども、まあ、まだね結構入れる余裕がありますので、また随時本を増やしていこうかなというふうに思っております。はい、まずですね恒例の仕事チェックですけども、8月16日ですね日曜日の仕事内容ですけども、まあ、この日はね契約取り合いさんのセッションも結構入ってまして、まあ、朝からね晩まで結構、充実してセッションが入ってました。で、今日はですね、ある方がね実は、うちのジムに行きまして、まあ、話をしたいということで、インスタのねダイレクトメッセージから、お問い合わせいただきましてうちのジムに来てもらいました。その方なんですけども、現在20歳若いですよね、20歳なんですけども、20歳の、まあ、トレーナー希望ですかね、まだトレーナーとしてはそんなに、まだね20歳なんで活動してないんですけども、トレーナー希望で、将来やっぱ自分でジムを作りたいということで、まあ、自分ジムを作るにあたってどういうことをしていったらいいかとか、まあ、費用の話とかねいろんな話を聞きたいということで、来ていただきました。まあ、今日はねそんな感じで今日はテーマとしては第一歩の重要性って話をしていこうと思います。でやっぱねこの方20歳でねそういうことを考えててまずすごいなと思いました。もう僕なんて20歳のことが全くそんなの考えてなかったですからね。で第一歩目を踏み出していこうってことでいろいろ人に会って話を聞いてるってことで、でまあ僕のことを紹介してもらってきたっていう流れなんですよね。でね、まずねパッと皆さんもねじゃあ20歳でジム作るって話した時に多分大多数の人がいやまあそんな無理やろという話になっていくと思うんですよね。で実際もちろんねもちろん20歳でジム作るってことは非常に難しくほぼ無理なんですけども、けどね目標をちゃんと持って進むことにおいての第一歩、初めの第一歩を踏むにはもうめちゃめちゃいいスタートだと思っておりますね。実際こうやって僕みたくジムを開業している人に話を聞くっていうのはすごく大事なんですよね。でやっぱそこに対して行動したことに関しては僕すごくその方に関して尊敬してますし素晴らしいと思ってますので、今回は会いに来てもらったんでもう僕の伝えられることは全部伝えたつもりです。でその自分でジムを作るまでの、まあ、プログラミングですよね、どんなことをしたらいいかとかどういう勉強をしたらいいかとかどういう経験をしたらいいかってことをお伝えしていって、また、資金面とかねお金のビジネスの話もいっぱいしまして、で最終的に作るためにこういうふうにしていったという話を全部、させていただきました。すごくね納得して聞いていただいたので、良い時間を過ごせたなというふうに私も思っております。こうやってね第一歩を踏み出す時のやっぱり行動ですよね。まあ、そもそもまず、ね、第一歩踏み出さなくちゃいけないですし、やっぱ第一歩目をどういう行動するかによってその後の行動ってだいぶ変わってきますんでね。ですのでやっぱねこれ例えば他の皆さんもそうだと思うんですけども、何かが目標ある時って場合は必ず第一歩に関してはいい一歩を踏んだらしいんですよね。いい一歩踏まないとやっぱ後々どんどん悪い方向に行ったりだとか無駄に時間がかかってしまってとかってなってきますので、やはりね若いうちから10日から合わせる人、まあ、今でもね業界で結構25歳30歳の間でもすごくね、まあ、ネット界でもそうですけども、まあ、トレーナー治療家でバリバリすごい人っていらっしゃいますよね。でそういう方の共通点はやっぱ第一歩の、進み方っていうか進め方がちゃんとした人だと思うんですよね。よりねやっぱりその同じね20から25歳過ごすのにもより充実して濃い時間を過ごす人と、もうなんとなくしか進んでない人の5年って全然同じ5年でも変わってきますからね。まあ、そういう時間の使い方がうまくないにはやっぱ第一歩目が重要だよってことになってきますので、そこに対しては慎重に考えていた方がいいかなっていうのは思いますよね。まあ、けどね慎重になりすぎてしまって第一歩踏めないって方も結構いらっしゃいますので、それはやっぱ良くないですよね。ちゃんと、まずは進むこと、まあ、これね考えすぎたら進めないっていう、まあ、こともあるんで、これは難しいんですけどね、考えなくて第一歩目はすごい慎重に考えなくちゃいけないんですけども、慎重に考えすぎたら第一歩踏めないという状況になってしまうので、やはりここに関してはね進みながらも慎重に考えるというこう両方の考え方が大事かなというふうには思ってます。でそれに進んでいくと本当ね5年経ったらだいぶねその考えを持って進んでいきますと、かなりいい方向、まあ本当だから無駄のない時間使いができますので、その勉強にしても経験にしてもお金にしてもすごいいい状況が貯めるようになってくるから、25歳でまず一つのことなんかできるようになってくるとなってきますので、まあ、まずねあとそういうねあとそのいくつかの目標とか課題も話したんですけども、それを達成できるようになったらそんだけレベルが上がってきた証になってきますので、次のステップ進みやすいということも可能なんで、やはりねその第一歩目をしっかりと考えた方がいいかなっていうのが今日のお話でした。なので皆さんもねもし何か迷ってることがあって、相談がある場合はぜひうちのジムに来てください。またメッセージね、下のいろんなフェイスブックとか、インスタグラムからダイレクトメッセージを送っていただければ、僕はどんな方でも基本的には変な人であったら対応しますので、それを送っていただいたら嬉しいかというふうに思っております。
はい、今日はこんな感じで、ね、終わりますので、また次回のブログでお会いしましょう。はい、さよなら。